あがり騒ぎすぎ久我たちさんこれからは同僚としてよろしくお願いしますこちらからもよろしくお願いしますしかしたまげた何があっても色相は揺らぎそうにないと思ってたんだがないや以前から久我たちの発想は俺たちに近いところがあった こうなることはおかしくなかったと思うぜ鴻上執行官はこの結果を予測していたとそこまでじゃないだがあんたは犯罪者に詳しすぎた犯罪者の考えを理解できるってのはこの社会じゃ排除される対象なんだ何にせよ頼もしいお仲間が増えたってことでよろしくな久我立城ええ よろしくお願いします 見ての通り何もない部屋だがまあ自分の部屋と思って適当にくつろいでくれありがとうございます何か飲むかお茶の類いがもしあれば俺はそれなりの年寄りだぞ茶の一つぐらいは煎茶でいいかはい 気を回しててくださっているんですね何に私にですそりゃあ一係じゃ俺が年長者だからな信近あた辺りが気づいてもこういうことはまだできんさ私は気を回す必要があるほどに追い詰まっているように見えますか追い詰まっているとは違うなではそうさな 暇そうだったんだよお前さん暇ですかそして俺も暇だったやることはいくらでもあるがそういう意味じゃなく今日は暇な日にしておこうと思った日だった そんな時姫さんの姿がついぞ目に入ったでは私ではなくあなたの暇つぶしのために互いの暇つぶしのためにだ合理的ですねそうさ年寄りってのは合理的なんだ初耳ですどこかの慣用句でしょうか失敗やら経験が多い分おのずとそういう風にもなるだろう 俺は納得したがお前さんはどうかね元は俺の親父が言ってた言葉さ多分だが信近も年を食ったら言うようになるぞほら茶だ待たせたない,いえありがとうございます 正岡執行官この船長はもしかしてああこいつは本物の茶葉で入れたもんだあは <laughs> 言わなくても違いがわかるた、いい舌をしてるいや舌にかかわらず本物のよしあしは誰しもがわかるってのが俺の持論ではあるがね<あ>ハイパーオーツ製の茶もまあまあだがどうだこいつは。 海外からの輸入品天然食材だ美味しいですそれはよかった連れてきたかいがあるお前さんさえよければ少し持ってくかい在庫全部欲しいとなると正直に渋らせてもらうがもしよろしければおうなら土産に包んでおこう それで土産の準備はよしとさてかがりほど若者向きの趣味を持っているわけじゃないんだが俺の趣味に付き合ってもらえるか何でしょうこいつだ 悪いな暇だってのにさらに暇になっちまったかいいえ興味深いですそれならいいんだがまあ少なくとも俺には充実した時間なんだがね絵には詳しくありませんが正岡執行官がそうしている様子には興味を惹かれます魅力的なおじさまに映ってるかなそうですねあはっ ドロイドちゃんなんていうのは失礼だったがな、こいつはとんだ男殺しだ。構いません。そう呼ばれるのも理解していますから。そうか。 色は、ただの色だ。え明るいものはクリアから、暗いものはダークから、そんなものは当然といえば当然だ。そうだろう日向にある果物は明るいさ。日陰にある果物は、そりゃあ暗いってもんだ。どちらも同じ果物には違いない。食ってみれば同じ味がすることもあれば、 違う味の時もある暗示的な言葉ですね絵の話さ考えすぎでしょうか私には色相の話をしているように思いましたいやどう撮ってもらっても構わんよ俺は絵を描いている時折こうしてたわごとを口にする見るのもお前さん聞くのもお前さんだ 綺麗な絵だと思ってもらってもいい。新器臭いと思ってもいい。どっちにしたって、なあ。俺はそんなに器用でもないし、俺の絵を描くだけだ。はい。 素敵な絵だと思います素敵かいいねしかしそれはお姫さん自身の言葉かな正直に言うとよく分かりません写実的ではあると思います色使いについては奇妙な感覚を覚えます明るい部分も暗い部分もまるで互いが互いを 補いいい合っているはい、なるほどね面白いお姫さんにはなるほどそういうふうに見えるのか「過去は正せない」大昔にそういうことを言った偉い人がいたそうだ。 俺はねこの言葉は残酷だと思うが嫌いじゃない正せないが故に「さあお前はどうする?」そんな風に言われてる気がしてね正せないが故にもちろん偉い人がどういう意味で言ったのかは知らん罪は注ぐことができんという単純な言葉なのかどうかも 自身の人生の意味をかけて何かを誰かに伝えようとしたのかもしれん。どっちにせよ確かなことは今となっちゃ何もわからん。さっきと同じだよ、お姫さん。要は自分がどう受け止めてどう感じるか、それだけだ。絵を見て、偉人やらの言葉を読んで、人を見て、 偉い誰かの言葉を聞いてだ渋ラの言っている内容とは違うかもしれんがねまあ年寄りのたわごとと思って聞き流してくれや実験は成功した。 やはり人間に自由意志なんてものは必要ない自由意志こそが人間を得点画像リストを表示します 潜入班への配属を希望します突入犯は陽動人質救出を目的とすることを考えると高い戦闘力を有するメンバーで構成すべきですそもそも真の首謀者についての提案者は君だいい知恵を期待している最善を尽くしましょうじゃあ俺は突入犯に行かせてもらおうか人質のことは任せなたっぷり暴れて。 奴らを引きつけるからその間にサクッと犯人を確保してくれとはいえ潜入犯にも戦闘力は必要だ俺が行こういいな儀乃お前の牙が鋭いことは知っている言われずともこちらのメンバーにするつもりだった俺は言い出しっぺでもあることだし突入犯に行こうよろしく頼むぞお嬢ちゃん はい正岡さんが来てくださるなら100人引きですよあとははいはい俺っち派手に暴れる方が得意だし突入班でお願いしますなら私は潜入班ね問題ありませんか監視官悪くない配置だよしこれでいくぞ 各員、装備を点検し身につけろ。ドミネーターも忘れるな。使えるかどうかは分からんがな。 始まったようだな行くぞはい どこから調べるべきか 犯人の情報が得られる可能性もあります。 ドミネータータは反応するでしょうか分からんが彼らが潜在犯でないのならなおさら強行策は避けるべきだ投稿を呼びかけるのは公安のセオリーだからなくだらん勝負は手早く決めるに限る奇襲だ儀ノお前は相変わらず乱暴だな相手はあくまで被害者なんだぞそれに このメンバーじゃ格闘戦向きなのは鴻上しかいないあまり進められないわね奇襲ならばこういう作戦もありますそこにある消火器を用い目ぶし及び火炎瓶を弱体化鴻上執行官を主戦力として奇襲我々がサポートに入るといずれにせよ早く決断せねばならん久我たち君はどの案が最も適切だと考える そうですね彼らの様子を見るに会話が通じる可能性は低そうです。ここは速度を重視し鴻上執行官の言うように奇襲をかけるのがよろしいかと。 やつらも潜在犯ではなかった被害者だ丁重に保護しろ公安局刑事課だおとなしくしろ 出ないわよっくわだち 消火確認。小ミそっちは保護完了だ立てるかクワたちあは,はい お強かったんですねこれでも刑事だ心得くらいあって当然だろう鴻上国塚状況を人質は全員無事です立てこもり側の生徒どもも全員拘束しただがな 情緒不安定だな薬の依存症に由来する症状に似ているですが彼らは市販のメンタルサプリ類しか服用していないと主張しています事実だとすれば妙だな仮に違法ドラッグを使っているとすればその時点で犯罪係数は上昇するだがこいつらのサイコパスに問題はない とととななると違法薬物ではないとこれもまた真の中心人物の差し金としたらそいつは一体どんな魔法を使っているんだ 今はわずかかな手がかりででも欲しい時です彼らを尋問しましょう了解だ知ってることを洗いざらい吐いてもらうかあくまで被害者だということを忘れるなよお前はやりすぎる嫌いがある分かってるさ さて首謀者についてあなた方の武装について知っていることを話していただきましょうか。 パイプ爆弾だと火炎瓶と同じく簡単に作り方を調べられるものじゃないいえそいつは誰から教えられたそれは誰です早く話していただけますか吐かないとどうなるか分かってるだろうな

見たところ市販のメンタルサプリのようですが空の森分析官に解析を依頼すべきかとああ今戻りましたご苦労早速だがサプリの情報を空の森に送ってくれ了解 どこにでもあるお薬ばっかりだけどこの組み合わせを試した実験データは見たことがないわねやってみるわよし結果が判明次第連絡しろ我々は移動を再開する 誰もいないようだな 問題ない進んでもよさそうだよしこのまま本校舎へ入る油断するな金森から連絡だ国塚回線を了解 たてこもり班から押収した薬の分析結果が出たわでもね彼らが飲んでたのは薬のカクテル4種類をそれぞれ決まった割合で組み合わせたものよそうするとすごいの。 それは脳や神経に悪影響が出るのでは当然やばすぎよこれ感じなくなるのはストレスだけじゃないわ。 痛み恐怖怪我や病気への警戒心自己保存のために備わっているそうした機能が次々と死に絶えていくもちろん思考能力もね彼らが薬物を使用したような状態に陥っていたのはそういうことだったのですね。 カクテルのレシピを教えた女性は保健室にいます死亡者の船岡良太郎よりまず彼女を抑えるべきかとええー、このカクテル作った子女の子なのまさかあのアナクロな武装もその子の入り口そっちは違うみたい別にブレインがいるようよ確かにそいつも保健室にいるはずだったな ギノ俺もそいつらを先に押さえる方に賛成だいいだろう空の森ご苦労だったまた何か分かったら連絡をくれはいはいじゃあね我々だけで行動するのはここまでだ一旦常森たちと合流し情報共有後次の手を打つ了解いたしました すごいなあ人間って不快なことを排除すると大丈夫だよごめんねうるさくてでももうすぐ彼らも君とこのヘブンズドアさえあれば君の色素恒森藩ただいま到着しました 遅くなったこれより潜入班突入班は合流し共通目的のため行動する情報共有は問題なかろうが念のため確認する我々の第一目標はこの暴動の真の中心人物を発見することだこんな騒ぎを起こしたんだから捕まえてとっちめないとなかり早まるな処遇はドミネーターを向け 犯罪係数を確認してからでないと決められないとはいえ重要参考人であることに間違いない最低でも保護は必要だろう監視官だなたとえ犯罪係数が正常でもやつらのやらかしたことを考えれば野放しにはできない人質の救出は主犯の確保あるいは保護の後という認識でよろしいでしょうか そうなるなるじゃあさっさとそいつら捕まえて人質になってる奴らを助けてやらねえとなウィイウィミッションスタートってねもうすぐ保健室ですね主犯の少年は一体どのような人物なのでしょうさあなだが頭の回る悪ガキってのは厄介だ やっべ敵来た敵だから敵じゃなくて生徒だってば我々は公安局刑事課ですあなた方が行っていることは重大な反社会的行動です武器を捨て おとなしく投稿なさい <noise> やむを得ます。 抵抗しないで私はあなたの話を聞きたいのおいクマたち 大神だ。どうしたた何かかあったか俺の色相かいちいち執行官の色相に気を回すとはあんたはよくよくお人よしか大真面目のどちらかだなずっとこの事件の黒幕について考えている犯罪者の思考や思想をトレースしているんだそりゃ色相が濁って当然だろういいか俺たちはお前たち監視官の色相を濁らせないためにいるんだそれは理解しているだろう。 だから執行官の色相を気にする必要はない。それであんたの色相が濁っちゃ元も子もないからな。 コンセリングは完了したか了解したそれだけ確認しようと思った以上だ シビラがそう判断を下したのならばわかったよろしくおねえっちょドロイドちゃんがマジええー、嘘だろおいかがり騒ぎすぎ久我達さんこれからは同僚としてよろしくお願いしますこちらからもよろしくお願いします しかしたまげた何があっても色相は揺らぎそうにないと思ってたんだがないや以前から久我たちの発想は俺たちに近いところがあったこうなることはおかしくなかったと思うぜ鴻上執行官はこの結果を予測していたとそこまでじゃないだがあんたは犯罪者に詳しすぎた 犯罪者の考えを理解できるってのはこの社会じゃ排除される対象なんだ何にせよ頼もしいお仲間が増えたってことでよろしくな久我立城ええよろしくお願いします 何をして過ごしましょうか退屈しているようだな時間を持て余していますふん <laughs> じゃあちょっと俺と付き合うかはいプールですね トレーニングジムの延長として最近開放されたんだ水着を持っていません更衣室に使い捨て水着用の 3D プリンターがある分かりましたしかし今泳ぐ意味が感じられないはい時間を持て余しているんじゃないのかそれはそうですがプールは疲労しますいいんだよ気分転換になるから。 とはいえやはりいいからだまされたと思ってついてこい家庭だとしてもだまされたくありませんじゃあ俺を信じてついてこいこれならいいかそこまで言うのなら。 お待たせしましたようどうした い,いえ、別にここにはよく来るんですか解放時間に間に合えばな今のところは全職員共用の時間交代制本当は刑事課専用のプールが欲しい常森監視官ともここにいや俺が誘っても彼女はプールには来ないなぜでしょうなぜだろうな泳ぎが苦手とか 現在、幼い頃から教育課程で効率的な運動プログラムが構築されています常森監視官ほどの経歴で泳げないというのは可能性が低いかとまあそうかもしれないが人間ってそうプログラム通りにはいかないだろう脳をはじめとする人間の機関はある程度機械的です認知科学や行動分析学の話だな どこまでが正徳的行動でどこからが環境に依存した要素なのか <laughs> クガたちの言いたいことはわかる人間の脳は融通が利かないし大部分を無意識に支配されているそれでもなぜ人間がここまで複雑な感情解釈装置を持つに至ったのかその謎については今も解明されていない いやシュビラシステムはすべてを丸裸にしたって話だが鴻上執行官やめよう色相がもっと濁りそうだ泳ごうぜはい だいぶふらついてるなもう大丈夫ですこっちに来いよはいありがとうございます 頭が疲れた時は体を使う体が疲れた時は頭を使う気分転換の基本だなるほど何も考えない状態を作るそういうのがたまには必要なんだよ<話>あとは話をしろ話何でもいい 《あんたが重いものを背負ってるのがわかる伝わってくる》<laughs> そういう時は人に話せ話しにくいことは話さなくていいただ漠然と辛いとか不安だとかそれだけでもいいそんな話はつまらなくないですか悩んでる人間の話は面白いとかつまらないじゃない俺は聞く人の話を聞く。 そういういことだでは鴻上執行官の話もしてください俺はいいでも鴻上執行官にも背負ったものがありますよね <laughs> 俺の両親の教えだ 人に優しく自分に厳しく自分のことはどうでもいい俺はどうせやりたいようにやるしなある意味身勝手ですねそうかな鴻上執行官の考え方自体は立派だと思いますでも自分に厳しいのと自分のことがどうでもいいのとは決定的に違う鴻、うん、上執行官には 何か目的がある暴力的な事態を想定しシビラシステムが許容できない量の殺意を抱え込んだその根拠はその鍛え抜いた体明らかに実践的なトレーニングでついた筋肉体があなたが抱えた殺意の量を示しているように思えてなりません <laughs> その殺意を 自自分自身にぶつけないいようにしてくださいなぜ自分自身に殺意のぶつけどころが分からなくなったらそれはどこに向かうかわからないからあなたはとてもタフですしかし硬いものほど折れやすいといいます重要なのはバランスです 私もあなたに話したいことは話します神上思考官も同じようにしてほしいまいったなでも今日は本当にありがとうございます元気をいただきましたそれはこっちのセリフだ俺にとってもいい気分転換になった俺が何をしようとしているのか 分かったその時が来たら話そうよろしくお願いしますところで運動の後に甘いものでもどうだ甘いものですか最近かがりから作り方を習ってるデザートがあってな実験は成功したやはり。 人間に自由意志なんてものは必要ない。自由意志こそが